こんにちは。皆さん、今回の動画では、日本の海賊伝説、特に村上水軍に焦点を当てて、その秘密と逸話について探求してみたいと思います。日本の歴史には多くの海賊が登場しましたが、村上水軍はその中でも特に興味深い存在です。彼らの物語には多くの謎が隠されています。村上水軍の起源と伝説。村上水軍の起源は、日本の中世に遡ります。彼らは主に15世紀から16世紀にかけて活動しましたが、その正確な起源は不明です。複数の伝説が伝えられていますが、最も有名なものの一つは、村上水軍の創設者である村上義清に関するものです。村上義清は、もともとは山城国現在の京都府の武士でしたが、彼の一族が戦国時代に多くの不正義を受け、彼自身も敵対的な勢力によって追放されたという伝説があります。この出来事が彼を海賊に転身させたと言われています。また、別の伝説では、村上義清が中国の宮浅から逃れて日本に渡り、村上水軍を結成したとされています。彼は中国の海賊に対抗するために、日本の海岸線を守るための反海賊組織として村上水軍を創設したとも言われてます。これらの伝説はどれも確証のあるものではありませんが、村上水軍の起源にはロマンと謎が詰まっています。この海賊団の起こりについての伝説が、彼らの物語の魅力的な一部となっています。強さの秘密。村上水軍が知られるようになった最大の特徴は、その船の秘密的な設計と戦術でした。彼らの船は他の海賊団とは異なり、独自の技術と工夫が施されていました。基地、隠しスペースとトラップ。村上水軍の船には、敵の侵入を防ぐための隠しスペースやトラップが多く仕掛けられていました。これにより、彼らは奇襲攻撃を仕掛け、敵船を撃退するのに優れた能力を持っていました。また、トラップの中には毒ガスを散布するものもあったと伝えられています。2、船の速度と機動性。村上水軍の船は、当時の他の船よりも優れた速度と機動性を持っていました。これは、迅速な襲撃と逃走が可能になり、彼らが多くの戦闘で勝利を収めた理由の一つでした。3、兵士の訓練と戦術。村上水軍は、その優れた戦場戦闘の技術と独自の戦術によって知られていました。彼らの兵士たちは、徹底的な訓練を受け、その戦術を巧みに駆使しました。彼らはしばしば、敵船に急接近し、短距離からの奇襲攻撃を仕掛け、有利な戦局を築くことができました。この戦場戦闘の訓練と戦術の優れた組み合わせは、村上水軍が多くの海戦で成功を収めた要因でした。彼らの兵士たちは、協力し、機敏に行動し、敵に対して圧倒的な優位性を持っていました。4、防御力と装甲。村上水軍の船は、敵の攻撃から兵士たちを守るために装甲が施されていました。これにより、敵の攻撃を一時的に弾き返し、村上水軍の兵士たちに生存の余地を与えました。このように、村上水軍の船はその独自の技術と戦術によって、他の海賊団との戦闘で優位に立つことができました。その船の独特な特徴は、彼らが歴史に名を刻む一員となりました。ここで村上水軍の歴史的な戦闘と逸話を紹介しましょう。秋の海戦。秋の海戦は、村上水軍の最も有名な戦闘の一つで、彼らの勇気と戦術の巧妙さを示すエピソードです。この戦闘は秋現在の広島県の海域で、村上水軍が戦国時代の戦乱の中で直面した重要な戦いの一つでした。この戦闘は村上水軍と天越の勢力との間で行われました。天越は村上水軍に対して強力な脅威であり、両者の対立が激化していました。村上水軍は天越に対抗するために、戦船を装備し、精鋭の兵士たちを養成しました。秋の海戦は、数十隻からなる村上水軍の戦船と天越の軍勢との間で繰り広げられました。村上水軍は巧妙な戦術を駆使し、月のような戦闘を展開しました。村上水軍は夜間に天越の船団に急襲をかけました。この奇襲攻撃により、天越の船団は混乱し、村上水軍に有利な戦局を作り出しました。村上水軍の戦船には、鉄製の船首や鋼鉄の防御壁が備えられており、これにより敵の攻撃が効きませんでした。また、ヒヤや投石機などの特殊装備も使用し、敵船を攻撃しました。村上水軍は組織立った集中砲火を敵船に浴びせ、敵船を次々と撃破しました。彼らの戦術と連携は、天越の船団を混乱させました。熾烈な戦いの末、秋
時の海戦で村上水軍は天越の船団を壊滅させ圧倒的な勝利を収めました。この戦闘は彼らの戦術的な巧妙さと決断力を示す素晴らしい例であり、村上水軍の歴史の中で最も称賛される戦闘の一つとなりました。彼らの勝利により彼らの名声はさらに高まり、海賊団としての存在感が増しました。信長とも戦っていた村上水軍は、あの織田信長とも戦をしています。石山本願寺の戦いで毛利輝元と組毛利水軍の一員として本願寺への兵糧輸送を村上水軍が担ったのです。信長の水軍は久喜水軍でした。久喜水軍とは三重県尾鷲市久喜を本拠とし、伊勢志摩を中心に活躍した水軍。村上水軍最強のライバルはこの久喜水軍です。1576年の毛利氏 VS 小田氏の第一次木津川港の戦いで村上水軍と久喜水軍が激突します。この戦で勝ったのは信長方ではなく崩落という手榴弾と火矢で敵船を焼き払った村上水軍でした。この敗北により信長は火に負けない鉄の船を作るよう久喜水軍の頭久喜義隆に命じています。その後迎えた第二次木津川港の戦いでは鉄で構想し大砲を搭載した巨大な安宅船にかなわず村上水軍は敗走したのです。村上水軍の栄光に忍び寄る衰退の足音、第二次木津川港の戦いを経て海賊たちの独自の活動は次第に姿を消しました。水軍内での対立が勃発し彼らの力は次第に弱まっていきました。そして1588年、天正16年、豊臣秀吉政権下で刀狩りと並ぶ出来事が起こります。それは海賊禁止令の発令です。この法令により海賊たちは生き方の選択を迫られました。その選択肢は3つ。1つは豊臣氏に従い大名となること、もう1つは豊臣政権の大名の家臣となること、そして最後は武装を放棄し百姓に身を落とすことでした。この措置は豊臣政権に対する反抗心を鎮め海賊たちの一揆を防ぐために取られたものでした。それまでの海賊たちの生計としていた海の通行税も廃止され海賊たちは窮地に立たされました。彼らはお手上げとなり村上水軍を含む日本の海賊たちは徐々に姿を消していきました。村上水軍の未解決の謎、村上水軍とその活動には解明されていない謎が多く存在します。彼らの歴史には未解決の謎が数多く絡んでます。その中のいくつかを紹介します。宝物の行方、村上水軍は多くの略奪品や財宝を手に入れたと言われていますが、その宝物の行方は不明です。どこに隠され後に誰かによって発見されるのか、この謎は未解決のままです。秘密基地の存在、村上水軍には秘密基地が存在したという都市伝説がありますが、その正確な場所や内容は不明です。これらの秘密基地が実在したのか、またどのような目的で使用されていたのか、謎が多いです。消失の真相、村上水軍がいつどのようにして姿を消したのかについても謎があります。豊臣秀吉政権下での海賊禁止令や刀狩りの影響によるものか、それとも他の要因が関与していたのか、その真相は未だに解明されていません。これらの未解決の事柄は村上水軍の伝説をさらに神秘的なものとし、その歴史についての研究者や冒険家たちの関心を引き続き引きつけています。ここまで私たちは村上水軍の壮大な冒険、栄光と挫折、そして謎めいた側面について探求しました。しかし彼らが歴史に刻んだ影響と遺産は彼らの物語が終わることではありません。村上水軍の歴史は日本の海賊文化、海軍技術、そして冒険の精神に大きな影響を与えました。彼らの遺産は日本の歴史に深く根付き未来の世代にも受け継がれていくでしょう。これで村上水軍の冒険単に幕を閉じますが、彼らの物語は決して忘れ去られることはありません。彼らの物語は私たちに常に新たな航海への挑戦を思い起こさせ、未知の海に向かって進む勇気を与えてくれます。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは新たな冒険に向かい未知の世界を探求し続けます。皆さんどうぞ安全な航海をお楽しみください。またお会いできることを楽しみにしています。さようなら。